背番号33、今まで20人の選手がこの番号を背負ってきた。カープ黄金時代の立役者、長内隆も入団から8年間33番を背負った。1983年に1軍に定着し、左の強打者として活躍。1990年から33番を受け継いだのは、カープの主砲として活躍した江藤明。本塁打王2回、ベストナインを獲得、数々のタイトルを獲得し、赤ヘル不動の4番として活躍した。2000年から33番を背負ったのは、広島史上最強の外国人選手と呼ばれたルイス・ロペス。2001年には打線の主軸として100打点をマークする活躍を見せた。そして今、33番を背負うのは菊池涼介。チームを救う規格外の守備範囲と俊足巧打を生かした打撃で球団記録を次々と塗り替え、2016年には NPB 史上初となる最多安打とリーグ1位の2打数を同時に記録。2020年はセ・リーグ2塁手の同一シーズン連続守備機会無失策記録を27年ぶりに更新、503まで記録を伸ばし、2塁手史上初の快挙となる守備率10割の達成。2022年には2塁手最多記録を更新する10年連続10度目のゴールデングラブ賞を受賞。今シーズンもチームを救う守備や打撃で勝利に貢献する。たかが背番号、たかが数字だ。しかしそこには背負った者にしか分からない期待と重圧が宿っている。背番号33、菊池涼介。その使命を背負い、規格外の守備と攻撃で私たちを魅了し続けてくれ。